はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U3E というモデルが入っております。実はね、このピアノは、大阪の枚方にある喫茶店、まあ有名な喫茶店なんですけどね、そこの2階に置いてあったピアノなんですね。で、1階ではジャズのライブをしたりとか、結構ね、まあ別のピアノがあるんですけど、それはまあ置いておいて、2階にある、まあ、ピアノですね、ヤマハの黒いピアノですけども、まあ、こちらの方があんまり使わなくなったので、石山さんのとこで、お願いしますということで連絡があったんですね。で、そちらの方もあんまり弾いてないということで、調律も空いてます。最後の調律がさっきちょっとカード見ましたら、平成20年ですか、8年前ですね、8年前が最後の調律になっています。まあ、ちょっと自信つきましたよ。8年経っててもね、狂ってないですよ、あんまり。実は私調律めっちゃ早いんですね。 4,50 分で大体パッと上げちゃうんです。で、音は狂いにくいんですね。結構長く持つ、調律をするんですよね。なので8年経っててもほとんど狂ってませんね。ちょっとその音も聞いてくださいね。自慢してるみたいですね、すいませんはい、ということで、まあちょっと汚れてますけど、これから手を入れるとピッカピカにね、綺麗になります。 U3E というモデル、まあ普通の学校にあるような黒い大きな、まあ、大型の、まあ、高級ピアノになりますね。まあ本当古き良き時代のいい、ピアノですよね。 U3E って実はすごく人気あるんですよ、中古の世界でもね。古くても音がいいってことでね、当時はまだ日本楽器と言ってました、 U3。 そして製造番号1003478ですね。ここに記録があるんです。ここに私の名前が書いてあって、最後が平成20年ってね、書いてあったんですけどね。まあ、その頃は社員もまだ少なかったですね。数人しかいなかった時代ですね。今はまあパートさんとかアルバイト入れると15人ぐらいになりましたけどね。最初は一人で始めましたので、最初の7年間はピアノ .com は石山ピアノ調律サービスという名前で一人でやってました。で、1人増え2人増えとね、中古ピアノをネットで売るようになってからどんどんと広がってきたんですけどね。綺麗でしょ。ちょっと下がってますけど、ちょっとコード間違えましたけど、久しぶりですね、この曲弾くのね。冬のソナタの中の名曲ですね、マイメモリーでしたか。とっても綺麗な曲ですね。ヤマハの U3E のご紹介でした。ちょっとね、値段はね、お安く出したいと思います。まあ、ヤマハピアノ欲しいけど、ヤマハ高いな。最近ね、中国の方々の爆買いの影響でですね、ピアノ高いんですよ。もうどんどんと、輸出業者さんが値を吊り上げていっておりましてですね、なかなか手に入らなくなってきておりますけどね。まあ、これはできるだけお安くね、ご提供できるようにはしたいと思います。ヤマハの U3E のご紹介でした。それではさよなら。